さあこれから場内は66キロ級の決勝戦です。アゼルバイジャンのテリク・マンスロフ対トルコのシェレフ・エロウルの一戦になります。赤のシングレットがアゼルバイジャンのマンスロフです。そして青のシングレットがトルコのエロウルです。さあ66キロ級のグレコローマン決勝戦が始まりました。赤がアゼルバイジャンのテリク・マンスロフ22歳、青がトルコのエロウル28歳です。試合時間6分間です。アゼルバイ、おっと、いきなり取り投げ決まったか。さらに3ポイント、今ニアフォールの体勢は逃れました。赤のマンスロフがいきなり大きな投げ技決まりまして3ポイントを取りました。試合開始早々の先制攻撃、先ほどの試合と一緒ですね、3ポイント、はい、非常にこれアゼルバイジャンにもう有利に試合展開運べますね、はい。アゼルバイジャンのマンスロフが身長172センチです。一方トルコのエロウルは身長167センチです。今このアノリオシアオリンピックホール3つのマットの中央のマットで66キロ級の決勝戦が行われています。それを見つめる各国の応援団、そして地元ギリシャのファンの皆さん、このスタンドのファンの皆さんもこのグレコローマンの試合の見方というんでしょうか、よくご存知ですよね。よく知ってますよね、ルールを、はい。なかなかレスリングの場合、はい、観客がですね、ルールがわからないと本当に難しいんですけども、はい、ヨーロッパあるいはまアメリカなんか本当にルールをよく知ってるんです ね、 そうですね。アメリカ、イラン、ロシア の、観客の皆さんは本当にルールを知っていますし、はい。ですからその場内の盛り上がりどころというんでしょうか、沸きどころが本当にはっきりとしています、はい。お互いにこうしてなかなか攻防が続いてポイントになるような技が出ないとブーイングも出ますからね、はい。また30秒経過、はい、審判も非常に難しいんですよね、ちょっとしたレフリングが悪いと、ブーイングが来ますからね、なるほど、はい。そのあたり、その目の肥えたファンの皆さんの前で行われていますアテネオリンピックレスリンググレコローマンの決勝戦です。まずアゼルバイジャンのマンスロフが3点のリードを取りました。今第1ピリオド2分が経過したところです。こうしてずっと高田さんと昨日から2日目になりましたグレコローマンの試合を見ているんですが、はい、いかにその先取点先制ポイントが大事か、はい。これはグレコに限らずですね、はい、フリースタイルも大事なんですよね。あ、そうなんですか。先取ポイントっていうのは非常に大事なんです。というのは取られた方はどうしても焦って、はい、攻めなくちゃなりませんから、その逆にうまくカウンターでポイントを取られたり、はい、気持ちの焦りはやっぱりこの勝敗に非常に影響しますからね。なるほどね、はい。今度はしかし赤のマンスロフがパッシブを取られました。消極性を取られました。ですからいくらポイントでリードしたからといって少しでも守る姿勢を見せてはいけないんですね、はい。だいたいこの1ラウンドで分かりますね、このパーテルポジションがポイント取れないようだと厳しいですね。なるほど。選手は残りこの第1ピリオドは26秒というところなんですが、その中でトルコのエロウルがポイントを返せるかどうか。さあ、タラガイシの体勢だ。強引に持ち上げて返していくか。あっと抜けた。しかし逆に、しかもアゼルバイジャンのマンスロフがバックを取ってワンポイント。メダルが金メダルになるかどうか。現在4ポイントリードしていますが、エロウルがさあまた強引にリフト技を仕掛ける。これ手足が長いですから、なかなかガブリ返しいきませんね。ガブリ返しの体勢で、あーっと返した。しかしこれはすごいですね。今のは3ポイント入りました。さあ一転して試合が分からなくなりました、ね、強引に行きましたね。すごいですね今のは。はい、ガブリ返しが見事に決まりまして、トルコのエロウル1ポイント差に追い上げました。青のシングレットエロウル1ポイント差。さあこれで試合の流れ変わるかどうか。そうですね、一気にトルコの選手、はい、
から出してきますよこれ、残り試合時間が1分30秒を切ったところです。マンスロフ序盤はリードしていたんですが、そのポイントの差は1ポイントになりました。わずか1ポイント。ああ注意されてますね。今お互いにちょっと頭が当たりましたね、はい、バッティングの注意です。ご覧のようにトルコからの応援団、そしてアゼルバイジャンの国旗をこうして肩にかけている応援団もいます。さあそんな中わずか1ポイント差、アゼルバイジャンのマンスロフ1ポイントリード。残り試合時間がまもなく1分になります。トルコのエロウルとの66キロ級決勝戦、残り1分を切りました。さあここからの1分の勝負です。ここが一番苦しいところですよね。そうですか、まあ、攻める方は必死に攻めてますけどね、はい、張ってる方がきついんですよね。リードしているマンスロフの方が、はいはい、まあ、ここであの パーテルポジション取られてしまうと逆転という可能性もありますから ね、はい、ね、逃げるわけにはいきませんし、はい、今されてますね、はい、残り34秒になったところでお互いに頭がゴツゴツ当たっていますからね、はい、もう必死ですからね、この辺は金メダルですから。そうですよね、はい、金メダルをかけた決勝戦、アゼルバイジャンのマンスロフ、そのリードはわずかに1点です。まもなく残り30秒になります。マンスロフが逃げ切るか、あるいはトルコのエロール逆転するか。グレコローマン66キロ級の決勝戦、さあ組手争い残りまもなく20秒になります。トルコのエロウルは逆転の技を出したいところ、残り15秒になりました。マンスロフが逃げ切るのか、金メダルを獲得するのか、残り10秒を切りました。さあエロウル逆転の技を出せるかどうか、時間がなくなってきました。あちょっとワンポンパスを上げてますけども、試合終了、アゼルバイジャン勝ちました。その差わずかに1ポイント、4対3、フェリク・マンスロフが勝ちまして、グレコローマン66キロ級金メダルを獲得しました。いやー嬉しい。マンスロフ、片やトルコのエロウルはがっくりです。本当に僅差の勝負になりましたね。そうですね、まあ、あれ、アゼルバイジャンね 4-0 で、はい、やっぱりこう気を抜いたということがあってね、スリーポイント取られてから本当ガラッと試合展開変わりましたからね、はい、ただその後トルコのエロールもあと一歩及びませんで、1ポイント差、フェリク・マンスロフが序盤のリード4点を守りきりました。マンスロフがアゼルバイジャンに金メダルをもたらしています。